姉川の戦いで濃姫狙撃の実行犯が雑賀衆の頭領雑賀孫一であることを美月が確認していた。光秀は孫一を雇った首謀者の正体を明らかにすべく伊賀忍団頭領桃地三太夫に調査を依頼する。協力を志願する美月を伴い調査を開始した桃地はやがて驚くべき真相を明らかにした。牧島城の戦い。桃地殿、こたびの尽力心より感謝する。はい、おい、そうかしこまるなって。俺はやるべきことをやったに過ぎねえよ。それに俺だけの手柄じゃねえぞ。心強い右腕が俺を支えてくれたからな。ありがとな、桃地さん。親父は笑ってはくれなかったけど。しかし明智殿、首謀者を突き止めたにしちゃやけに浮かない面してるじゃねえか。信長殿と義明を引き合わせたのは俺だ。俺がいらぬ気を回さなければこのようなことには。んなわけあるか。織田と将軍家の利害はそも異なる。あんたが気を回さずともどのみち勝ち合ってたさ。だからそう気負うな。織田殿の復讐には俺たちもきっちり協力するからよ。あ、すまない桃地殿。使命を果たす。一丁かまそうぜ光秀さん。おい、何ヘラヘラしてんだ、気持ち悪い。おー、カズージー、聞いてくれよ。俺、あの桃地さんに褒められたんだぜ。桃地って、あんなやつと馴れ合ってんのか。どうせ世辞だろ、真に受けるだけ無駄だ。ああ、これだからカズージーは同じ里で育って、どうしてお前だけこうもひねくれちまっただな。ああ、三月てめえ喧嘩売ってんのか。悪い、冗談だよ。でも嬉しいもんは嬉しいんだ。あの桃地さんに認めてもらえたと思うとな。ったく、舞い上がんのも大概にしろよ。調子に乗って痛い目見ても知らねえからな。義明はわずかな手勢で守りを固め、牧島城にこもっているようだ。まずは枝葉の砦を落として牧島城を包囲する。全軍進め。南北より兵を進め、一気に城を落とせ。このままでは三つ淵が呼んだ助っ人はまだ来ぬのか。よもや義明に裏切られようとは、信長殿に引き合わせるべきではなかったか。殿の腕ならば当然ゆえ。貴様、切り伏せた。力及ばずか。任せろ。
人で何ができるというのだ。そらよ、マキシマ城を目指すぞ。へへ、どんなもんよ。聞かせていただこう。よっ、お手柄じゃねえか。へへ、どんなもんよ。耐えきれん、聞かせてもらう。我が子となれ、死守せ。刃を受けろ。敵将切り伏せた。開門。伏せる。開門。目のすべてで。これより兵を分ける。半数は牧島城を包囲、残りは城内へ打ち入り、三つ淵を撃て。我々も遅れは取れない。急ぎ牧島城へ向かわなくては。もうダメだ、私は死ぬのだ。遅い、まだ火星は到着せぬのか。残りの兵を出し、城門を固めておけ。門弟を切り、城門をこじ開けよ。打ち切り。俺はまだ強くなれる。戦果を上げたか。引き続き励めよ。開門。将軍家に逆賊の目か。この三つ淵が必ずや成敗してくれるわ。将軍家を守らんとする三つ淵殿の周辺、俺も相応の覚悟で応えなくては。俺に任せろ。刃を受けろ。行くぞ。目のすべてキレはしまい。この三つ淵が逆賊どもの縄目にかかろうとは。もはや義明に逃れる術はない。絶望とは己の愚行を食いるがいい。無礼者、入ってくるでない。刃を受けろ。俺
どう見ても勝敗は決してるってのに、いつまでダダをこねるんだか。仕込みに手こずっちまったぜ。織田勢の包囲はなったぜ。蜂の巣にしてやれ。行くせる。あと最下手どこも目障りな練習だ。棟梁の孫一を撃て。逃してはならん。孫一め、姿が見えねえぞ。どっかの砦に隠れてやがんのかな。孫一はここにはいないぜ。せっかく来たんだ、相手を防げ。うちの棟梁を探してんのかい。ここにはいねえが、少し遊んでいけ。こんだけやりゃ十分か。後でまた会おうぜ。これくらいにしといてやるか。俺も忙しいんでね。後続の鉄砲隊も布陣させ、包囲を厚くしろ。最下衆の鉄砲を止めなくては。指揮する者を切り伏せるのが早そうだ。俺を探してたのか。仕方ねえな、相手をしてやる。全力。義明を勝たせなきゃこっちは大損だ。悪いが手加減はしないぜ。まあこんなもんだろう。そらよ。まだまともにぶつかる気はねえよ。本気を出すのは義明が打って出てからだ。俺に任せろ。俺はまだ強くなれる。あーもう最下衆の奴ら、逃げたり出てきたり落ち着かねえな。あれが最下衆の戦い方というのならば、こちらも攻め方を変えねばならぬ。もう惑わされはせん。砦の詰め所を落とし、最下衆の出入りを封じてしまえ。承知した。その調子で詰め所を落とせ。義明の兵はまだ出てこねえのか。今なら強撃できるってまで見ろ。遅えな。天下無双、それほどの力が俺に。目の全てで。刃を受けろ。任
俺はまだ強くなれる。ほらよ、捕まりゃしねえぜ。あばよ、出入りを封じられちまったか。もうまともにやり合うしかない。これでようやく追い詰められる。速やかに孫一を打ち取れ。様子では最下衆も頼りにならん。打って出てはならんぞ。守りを固めるのだ。義明は出てくる気配もない。ならば火で炙り出すしかあるまい。そろそろ桃地の兄貴も到着するはずです。兄貴に燃やしてもらいましょう。出るなら今だな。行くぜ。生きれはしまい。刃を受けろ。敗北条件変更。おい、敵の忍びが城に向かってるぜ。何か仕掛けられる前に始末しちまおう。行くせる。雇い主への筋は通した。全てでここまでにしとくよ。天柱が近づく前に始末してくれ。急げ。始末できてねえのかよ。仕方ねえ、やるか。よし、邪魔な敵は片付いたみてえだな。俺は先を急がせてもらうぜ。任せろ。よし、火付けの準備にかかるぞ。いい頃合いだ。城に火を放て。火が、もう城にはとどまれぬ。私は逃げるぞ。開門。城門が開いたのだ。義明を討ち取れ。城が燃えている。ここでうろたえていては前には進めない。今なすべきことをなさねば。光秀、私は三つ淵に騙されたのだ。見逃してくれ、頼む。三つ淵殿の忠心を踏みにじるおつもりか。やはりあなたは将軍の器ではない。目の全てで無礼者、近寄るな。私はこんなところで死にとうはない。どこまでも浅ましい男よ。やつを捕らえろ。逃がしてはならん。光秀殿、恥を忍んでお願いいたす。上様のお命だけはどうか
見逃してはいただけまいか。なぜだ。義昭は一連の戦の首謀者でありながら、その席をあなた一人に負わせようと。それでよいのだ、光秀殿。こたびのことはすべてこの三つ淵が巡らした関係、上様に一切の咎はござらぬ。無論身どもの首一つで足りぬことは承知の上、なれど切に切にお願いいたす。三つ淵殿はなぜ義昭のためにそこまで。この命は足利家に捧げると天地神明に誓ったのだ。我が身可愛さにその誓いを保護にはできぬ。承知した。その決意決して無下にはしない。俺も覚悟を固めねばな。これで貴重の仇討ちはしまいだ。光秀、お前に言ったことは覚えているな。なあ、仇討ちがなればその後は一切の女王を殺し天下一新を果たすためのみに戦うと。そうだ、俺は乱世の断りを壊し尽くしこの歪んだ天下を作り変えねばならん。ならば俺も次の戦であなたと共に歩む覚悟を示そう。